誰かが彼に憎むよう教えたんです家庭かもしれない憎むように教わったんです無知で罪深く憎しみに満ちて乱暴だその4つが関わっているアメリカの魂をかけたこの綱引きで希望を持って前に進みたいのに恐れとともに後戻りしようとする人がいます綱引きです綱を落としたら負けですから落としたりはしません後戻りもしません決して。 アメリカでは人種問題に加えて銃の問題がありますとても大きな2つの問題にアメリカは一体どこから手をつけるんですか人種の平等に真剣に取り組まなければなりません奴隷制が246年続いた後100年以上が経ちましたがそのうち70年間でアフリカ系アメリカ人の臨時殺人が4000件以上ありましたその半数がサウスカロライナ州で起きたんです 黒人が隣地殺人されても誰も起訴されませんでしたその歴史の名残はまだ続いていますそれが人種隔離政策につながりアメリカでも大勢が南アフリカのアパルトヘイトを支持したんですけれども我々はそういう勢力と戦います事態は改善しているつまり我々が勝っています黒人に選挙権があり黒人の議員がいます勝っているのですでもいつも苦しい戦いです 勝っているということですがアメリカでの人種問題の将来については楽観していますか事態は改善していますかはい先は明るいと思いますこれまで何かの問題があるといつもアフリカ系アメリカ人のリーダーばかり発言を求められてきましたこれからは白人のリーダーがはっきり発言するべきです